おはようございます。速稼塾の久保です。今回はですね、塾生さんからお便りをいただきました。匿名で一般公開動画にしますので、皆様も皆様も参考にしていただければ幸いでございます。この塾生さんはね、まだね、入塾したばかりで、ほんの1週間10日くらいですね。でもね、もう早速モッピーの方挑戦してくださったみたいです。そのね、モッピーで稼いだポイント嬉しくってスクショを撮ったみたいですね。この感動ってとってもいいですよね。やっぱり今までやらなかったことで何かができるようになると嬉しいもんです。この繰り返しが多分モチベーションになると思いますので、これからもやったことがない方とかね、まだ未挑戦だったことに挑戦したそのために記録を取っていくことをお勧めします。それからですね、ギャゾっていうアプリですね。これも初めて使ってみたそうですけども、これもね、今まで使ったことがないアプリを使ってみるということで、一つ挑戦が成功したということなんじゃないですかね。こういうふうな日々を送っていくと、パソコン初心者とかね、ビジネス初心者でもどんどん初心者を抜けて中級者、上級者になっていくっていう形でございます。だからやったことがないこととか、苦手意識を持っていることにまずは挑戦してみるっていうことの繰り返しですよね。これが大事だと思います。私もね、そういうことを焚き付ける意味でね、こんなことやりましょう、あんなことやりましょうっていうふうに投げかけていきますので、どうかね、ついてきていただければと思います。こう書いてます。今後稼いでいく上で大切にしていきたいと思っていますって書いてますよね。はい、すごく大事ですね。で、私の動画、私がね、個人的に限定動画を送ったんですけども、この動画を見て、こういうふうに言ってくださってます。私の経験は輸入転売、あとね、ちょっとここで言っていいのかな、まあ何点か他にもあるんですけども、その他ね、いろいろ書いてございます。今回はちょっとここはね、プライベートなことなんで押さえさせていただいて、うん、なるほどということですね。で、現在は親権者の言葉の暴力により、間に警察が入りなどなどといろんなトラブルを経験されているみたいなんで、きっとね、多くの人の役に立つんではないかなと思います。ちょっとね、騒がしくてすいません。で、時間を作り、モッピーで久保さんのように稼いでいきたいと思います。はい、これはね、私がこんな案件ありますよって紹介しますけども、とてもじゃないけどね、全部は紹介できませんので、あくまで私が気になったのだけ紹介しますけども、これはね、一人一人どれに取り組んだらいいかとか違うんですよ。ですので、1日5分でも10分でもいいですから、モッピーにログインして自分に合う案件がないかなっていうことで何点か探してみると、きっと徐々に見つかり始めると思います。こういうふうに森の中から木を見つけるっていうんですかね、自分好みのモッピーの案件を探すのも一つのビジネスのスタートだと思いますんで、宝探しをする感覚でね、負担にならない程度に楽しんでいただければと思います。で、 YouTube ですけども、やっぱりね、ビジネスを加速させようと思ったら YouTube が軸にならなければなかなか難しいと思います。 YouTube を避けていくと結構ね、苦労して実りが少ないことになりますので、ここは一つね、 YouTube はビジネスとしてはもう今の時代やるもんだと思った方がいいと思いますね。で、やり方とかね、テーマとかにつきましてはまた相談に乗ります。で、自分の経験が商品になり販売することができるイメージが未だに湧いてきますよね。じゃあちょっとね、イメージを湧いて沸かしていただきたいと思いますけども、大体どんな経験がお金になるか、どんな知識がお金になるかね、経験してなくても知識でもいいんですよ。どんなものがあるかと言いますと、例えばね、健康に関することですよね。健康に関することっていうのは、おしゃれとか若返りとか、それからダイエットっていうものも含まれます。こう、健康に関する経験とか知識っていうのは、お金になるっていうかね、人の役に立つものになります。みんな健康で悩んでますからね。それからね、お仕事のことですね。2つ目はお仕事。お仕事のことで皆さんね、悩んだり夢を持ったり問題解決したいと思ってるんですよ。ですから、お仕事のこと、ジャンルは問いません。もうね、これはね、一人一人自分がやってきたお仕事でもいいですし、それから仕事じゃなくてもね、知識経験じゃなくても、はい、仕事に使える知識だなと思ったことでもいいです。例えば、朝礼で、なんていうんですかね、1分間スピーチでお話しすることが上手になるみたいなことでもいいですし、仕事で気をつけるべき名言とか座右の銘ってあると思うんですよ。例えば、座右の銘で、安静総楽ですね。安静総楽。安全に、正しく、早く、楽にやることとかね。それから、10% だけ生産性を上げるための工夫とかね。で、仕事の時に気をつければいいこととか、そういった仕事の問題を解決することですね。新入社員になったらすることとか、部下を抱えたらやることとか、上司とトラブったらどうするとかね、そういったものも、検索すればいっぱいね、Q&A が出てくると思いますので、そういうのを使っていくってこともあります。で、3つ目はお金に関することですよね。
お金の悩みっていうのはやっぱり尽きないと思いますんで、どういうふうにお金の悩みをね解決していくかっていう解決していくかという情報も、これも人の役に立てることだと思います。で佐藤さんケイトラ、はい、ちょっと今回の動画はね、来客ですとかお電話とかね、あと大和くんのいろいろであって途切れ途切れになってますけども、すいません。ここまでまとめますと、自分の経験や知識が商品になるっていうことなんですよ。ですので、その商品にするべき4つのカテゴリーが、健康でしょ、それから恋愛でしょ、お金でしょ、仕事、この4つが主に多くの人が悩んでいらっしゃること、そして問題解決したいなと思っていることなんですよ。この4つのうちどれかで自分の得意分野となる商品を見つけれるといいかなと思いますよね。ですんでね、ここに書いてますけども、自分の経験が商品になり販売することができるイメージがまだ湧きませんって書いてますけども、例えばね、2ヶ月で5キロダイエットに成功しましたみたいなのも立派な商品であり、経験であり、知識だと思うんですよ。多くの方はこういうダイエットに成功してないですからね。それから例えば1ヶ月で3万円稼ぎましたみたいなね、こういうのもいいと思いますよ。1ヶ月で3万円稼ぐっていうのは、例えばね、フルタイムで働いてらっしゃるパートさんとかサラリーマンの方にとってみたら、3万円1ヶ月所得が増えるわけですから、ものすごいことですよね。だいたいサラリーマンさんの平均的なお小遣いっていうのが、3万円切るぐらいですから、それが一気に倍になるわけですから、これはね、3万円といえども毎月3万円が入ってくるなんてものすごいことだと思いますから、そういった方法で人の役に立てると思うんですよ。じゃあ仮にね、3万円1ヶ月以内に稼ぐ方法を、これ5000円で販売したとしたら、どうですかね、売れるんじゃないですか。こういったことを繰り返していくことだと思います。自分の経験や知識っていうのはきっちりと商品になりますし、言ってみればね、自分の経験と知識以外にお金になることはないと思ってもいいと思うんですよ。自動車修理ってあるじゃないですか。あれは経験や知識を積み重ねた方が修理を請け負って直してくれると思うんですよね。で、私たちはその自動車修理っていうのはなかなかね、個人ではやりませんから、修理屋さん出すと思うんですよ。そういったこともありますしね、それから弁護士さんとかお医者さんとか、いろいろ情報によって問題解決する手段っていうのは巷にあふれていますからね。じゃあそういうのを私たちも使っていきましょうということでございます。あとは転職の相談ですとかね、そういうのもあると思いますしね、介護の相談とかっていうのもお金が発生しますよね。だから身の回りにですね、知識や情報や経験がお金になることにあふれていると、そういうふうな視点を持っていけばいいんじゃないですかね。細かいことはまたやり取りしていきましょう。それでは失礼します。